皆さん、こんにちは。本日は、構えという言葉をご紹介いたします。少林寺拳法には、実に多くの構えがあります。例えば、中段構え、一時構え、待機構え、発想構え、などなどがあります。では、この構えとは、どのような意味であるのでしょうか。これは、次の動作にスムーズに移るための姿勢という意味であります。中段構えであれば順突きや逆突きなどの姿勢であります。一時構えであれば相手の攻撃に対して上受けをしたり内受けをしたり、これをスムーズに移すことができる姿勢であります。この構えを整えることによって次の動作に移るための無理や無駄を省く姿勢を整えていくわけです。それではこの構えを日常生活において考えてみましょう。例えば社会人の方であれば朝会社に出勤をしたらデスクの上を拭く、そしてパソコンをしっかりときれいに整えておく、あるいはマウスの位置、あるいは書類の位置を仕事をしやすいように置くなどなど、こういう構えがあります。また、工場で働く方は、安全が第一ですから、頭上や足元に危険なものが落ちていないか、そして衛生面で、消毒液がしっかりと補充してあるかどうか、さらには万が一の事故に備えて、対応が万全に整っているかどうか、こういうものを事前に整えていくわけです。そして、営業職にある方、この方は、前日のうちに、その訪問先のクライアントさんに渡す資料がちゃんと整っているかどうか、そして、服装や靴が、清潔感があり磨いてあるかどうか、さらには、訪問先までの道順が、分かっているかどうかなどなど、こういうものを整えておくことがその構えになるわけです。学校に通っている生徒さんであれば前日のうちに次の日に使う教科がバッグの中に入れてあるかどうか、あるいは先生に提出するプリントを用意をしてあるかどうか、そして翌日着用する制服を整えているかどうか、このように前日のうちに次の日に使うものをしっかりと整えておく、この姿勢が構えという意味であります。この構えということですけれども、これを日々継続して整えていくことによって無理や無駄のないそのような姿勢というものをご自身の中で築いていくと思います。ぜひ日常生活においてこの次に移るための構えというものを意識して生活を送ってみてください。ありがとうございました。